こんにちは、こんばんは、レイです。シャッチ、今回ね、あのね、動画にするかどうか迷ったんですけども、あくまでもね、個人的な感想ということで、そのね、ある YouTube で結婚相談所の女性の方がですね、配信していた動画の内容について、語らせていただこうかなと思います。そこの方の信者の方はね、非常に腹立つと思いますけれども、あの変な、あの無礼な書き込みしてきやがったら、あの全員ブロックしてやるからなっていうのを最初に言っときます。で、あえて批判覚悟で、あの言いますけども、誰とは言ってませんけれども、ある、ね、結婚相談所の代表である女性のね、 YouTube やってる方はですね、調子に乗って今回の1個目の黒歴史を忘れて第2個目の黒歴史を作ってしまったというね。1回目は婚活お守りです。これどう婚活お守り、神社でもねえんだからいるわけねえだろっていう、効果なんかねえだろっていう。まあこれは不発に終わったらしいんですわ。まあそれはいいや、それはいいとして、今回ね、問題なのは、あの婚活香水ですよ、香水、わかる？で、俺がなんでこれすっげえ気に入らねえと思ってんのかっていうのは、あのこの間ちょっと前に流行ったでしょ、あのエイトっていう人の歌の香水っていう歌ね、なんか君のドルチェ&ガパナの香水のせいだよってやつね。またいいよ、下手とか言うなよ、もう分かってるからね、俺が歌が下手なの分かってんだよ。で、これがね、オリジナル商品でね、まあいいんですよ、別に発売するのはいいんですけど、販売するのは自由ですよ。まあ証拠たくましいなっていうところで、まあ、商売だからやんなきゃなんないんでしょうけど、こんなもんで婚活がうまくいくと、まあ、信じ込んでるね、あの情弱な方はね、まさかいないと思うんですけども、まあ、買うのは多分この方のファンの信者の方、だけで、実際に婚活やってる方はこれを鵜呑みにね、してもうまくいきませんよと。で、なんかね、これね、開発に 1,2 年8ヶ月かかったらしいです1年8ヶ月もかけてんのかよっていう。で、時間とともに香りがね、変化するらしいんだよね。出会いの挨拶と中間の話の会話と最後のさよならっていうね。それって、じゃあいちいち挨拶は 何秒で、で会話は1時間でとか、で帰りの挨拶は20秒でとか、なんか決めんの？そういうスケジューリングの中でこの香水を使われるんであれば、効果はね、まあ100歩譲ってだよ、なんか効果あんじゃねえのとは思うんですけども。で、これ香水って歌にさ乗っただけやんって、流行りに乗っただけじゃんって、ちょっと遅えよっていうさ、あのもっとタイムリーに出せよっていうね、やるんだったらね、商売としてね、どうなの、タイミング遅えよというね、まずそこは一つのツッコミと、でなんで香水やねんっていうのはそこを思って、でなんかこのね、好きだった人の匂いを思い出すとかね、なんとか言ってるわけですよ。じゃあこれ、そのコメント欄大量に皆さん書かれてるね、方、信者の方も含めていると思うんですけど、みんなから、じゃあ全員からどの香水の匂いとか、どんな匂いっていうのをアンケート取ったのかと。でそれの上でやって、1年8ヶ月もかかってそういうのを作ったって言ったら、おお素晴らしいってなるんですけども、あくまでもそのどっかの業者と商社の方と、あの打ち合わせただしただけでね、時間かけて、無駄なね、時間かけて、で数量限定らしいんで、で200個なんだって。だからね、興味のある方はね、買ってください。これ絶対買わねえから、いらねえわこんなもんっていう、アホか、アホくさマジで、だからそういうことの前にもっとやることあんだろっていう、あの言葉は汚いですけども、失礼ですけれども、それぐらい怒ってるわけですよ。婚活で、まあ、苦労してるのは自己責任だっていう方もいるんですよ。まあそれはそれでいいんですけど、そういう言葉で簡単に片付けてしまうのはもう本当に情弱な方でしかないというところで、やはりね、婚活業者っていうか、そのね、相談所の方であればもっと別のことを今までちゃんと配信してきたわけじゃないですか。同じことでそれでいいんですよ。もう多分ネタがねえんだろうな、同じことばっかり言ってるからね。
でそれがほらみんなが成婚して卒業してってまた新しい婚活者が出てきて、まあ、あの動画を見て繰り返していくわけですよ。だから繰り返しでいいんですよ、あの方の動画っていうのは。もうそれだけずっとルーティンでやってりゃいいんですよ。余計なこんなね色気を出したりとか、するから余計なことやるから、一部のか、ね、人間から批判食らうわけですよ。俺だけじゃないからねこれ言ってるのね。あえてあの声に出してるのが動画にしたのは俺だけだけど、誰とは言ってないからね、誰とは言ってないんだけど、だから別に個人攻撃してるわけじゃなくて、まあ、こういうものを発売したことに関してどうなのという、まあ、物議を、ね、醸すっていう形でね、まあ自由ですよ、自由だけどもいらねえんだよっていう余計なことやってんじゃねえよ、だったらもっと本流のことでやるべきことがあるんでしょっていうね、それで十分なんですよ、今までやってることで十分なのっていうね。まああんまり見てないけど、たまたまねこれね報告があったわけですよ、こんな動画この人上げてますよみたいなね、ところで、だからあえて、だから別に俺はファンでもないし普段見てもないんだけど、そのねおすすめ された、まあ、動画をね見させていただいて、素直な感想、自分の個人的な意見で口汚く言ったのは別に俺の意見なんで、誰に迷惑かけてるわけではないから、ね、嫌だったら見なきゃいいんだからね、見ないで全然構いませんので、結構腹立つなっていうところがあって、いやまあこういう風にやんないとほらね YouTube っていうのも面白くないだろうから、ね、ただ単にダラダラって語ったって面白くないでしょ。まあ俺のやり方としてはそういう形なんで、まあしょうがないから受け入れてくださいというところですね。まあそんなことはどうでもいいや、まあこれに関してね、まあまた黒歴史を一つ増やすのかなというところでバカだよねマジでねバカだ失礼だよね、何考えてんだとこんなの時間かけて、これに費用かけんだったらもっと他のサービス考えればいいじゃんと、まあ、まあ多分もうね出尽くしたんだろうね、ネタ切れなんだろうね、サービスもね呆れるよね、ほんと呆れるわ、もうどうでもいいよなはっきり言ってな、まあどうでもいいんだったら言うんじゃねえよっていうファンの方が怒るでしょうけども、あえて俺は言います、別にあなたたちに媚びることはないんで、表現の自由というのがありますからね、あくまでも表現をねで誰と名指しでは言ってませんから、別に、なんかねその人を誹謗中傷してるわけではないんでわかるけどなんかねなんかな、これどうすりゃいいんだよこれ本当にな、まあもう本当にね腹抱えて笑うぐらいの、ものだったので動画にしただけです、あくまでも個人的な趣向です。皆さんでもどう思いますか、買いますか買いませんか、コメント欄の方に、そのね買うか買わないかを書いてください。関係ないコメントをしたやつは遠慮なくブロックしますんでよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう、じゃあね。